はしめかし込んできたな。オーディションは合格だ。舞台の準備も万端だ。始めるぞ。その前に話がある。スタッフや出演者も全員舞台裏から避難させろ。当然あんたもだ。舞台にいれば死ぬことになる。なあ、そうだろうな。火薬の量を増やして舞台を爆破、倒壊させる計画なんだろう。見抜いていたのか。俺の舞台だぞ。あんたの指示通り花火を足したらどうなるかすぐにわかる。舞台装置が倒壊すれば役者や裏方の身が危ない。そうはさせんよ。計画失敗か。誤解するな。あんたの持ち込んだ火薬は多すぎたから量を調整しておいた。舞台は派手に崩れるが怪我人は出んから安心しろ。何だと。毎度毎度同じ劇の繰り返しで飽き飽きしていたんでな。ハプニングこそ大歓迎よ。大いに期待しとるからな。最高の芝居を見せてくれ。つまらない出し物にはできないな。さて、そろそろあんたの出番だ。こんなに楽しみな舞台は何十年ぶりだろうな。この俺の想像を超える解放者の物語を演じてみせろ。演じるまでもない。解放者なら本職だ。この舞台にふさわしい小道具を用意した。さ、使ってくれ。ライトさん、美しすぎるだろう。こんな人現実であったらそっとしそうだわ。の日々を。そなたはまことの解放者、人を導く救いの星となれ。輝ける神の名のもとに灯火を掲げ、暗闇を照らそう。
などに従うものか。人を惑わす虚構の神は。映画化すげえな本当に。これ FF15 のこういうムービーシーンすっげえ期待しちゃうね。13でこれなんだよ、やばいだろ。警備状況を確認。部隊の混乱に気を取られて宮殿の方は手薄です。潜入成功ですね。予想以上にうまくいきました。あの男の協力があったからだ。お前の計画通りに火薬を仕掛けていたら大惨事になっていたところだ。すみません、あれは反省しています。ところで主役を演じてみての気分は。本当に反省しているのか。はい、失礼しました。ライトさん、宮殿の上層を目指してください。自分としてはライトさんは結構いい気分で演じてくれてるように見えましたけど、どうでしょうか。ファイヤーが弱点か。ファイラーレシェル、デプロテ、リゼネガード、戦え。ファイラースカデネ強えな。ちょっとグローリーポイント集めておきたいですよね。結構グローリーポイントゲーじゃないですか。そんなことない。こいつ戦いづらいけどグローリーポイント貯めましょうね。ノーマルモードだからこそちょっと溜まりがいいんじゃないかな。こっちでいいのかな。歓喜の通路、歓喜の通路、いい BGM だ。敵発見、敵いるってことは正解ですね。武闘会は終わりだ。もうスノー戦になるのかな。すごい勢いで侵食が進んでます。 OK。 お、なんかグローリーポイントも一気に上がったな。あ、そっか、視界の中だからよく集まるんだ。なんか落ちてますね。なんかいるぞ。あ、でもこれは切れないですね。ポーションとか今ないんだよね。切らしちゃってんだよな。ちょっと不安だけど大丈夫かな。多分これこのままいったらスノーとの勝負ですよね。どうというか、なんだっけあの緑の輪っか。まあいいか、多分こっちで合ってる。敵は視界の敵か。6まで行ったんだよね確かね。なんかソウルシードいっぱい落ちてんな。やった。ガップルがいっぱいいる。心が力尽きた時、死骸と呼ばれる化け物に。今さら思い出したくもないルールだが。ライトさん、僕もかつてはルシだった。死骸になる恐怖に駆られ宿命を呪いながら。スノーもそこにいた。
私たちはかけがえのない仲間だったんだ。おお、こいつは舞台に役者が揃った。ブリザードか。あ、一応持ってるな。こいつ簡単に勝てねえんじゃねえか。間違った。もう少しだな、もう少し ATB 回復を待って。ブリザード多分これでブレイクする。ここでクロスブロー、さらにノックアウト。いけるとこまでフロストブロー行ってブリザード。つえー、簡単には倒せねえか。やっぱりフロストブローノックアウト。オッケー、つえー、さすが中ボス。これはどっち行くんだっけ。うわー、なんか連戦になるのか。え、これ先にす、あ、あった。さすがにもう何回も戦ってられる相手じゃないよね。グローリーポイントマックスになっちゃいましたね。ポーションが1回あればな、ほぼほぼライフマックスで戦えるんだけどな。もう今雑魚敵と戦う利点が、あ、でも弱いやつと戦ってリジェネガードするっていうのは手か。あと1時間ちょいであれしちゃうんですよね、戻されちゃうんですよね、船にね。そうなる前に蹴りをつけたいですね。こいつは強えからな。よくこんなとこにいるな。何もねえじゃん。最初にスノーを追いかけた時開けなかった扉です。そうだね、そこまで来たか。手に入れた ID を使えば通れます。僕らはスノーを倒すか一段です。スイッチがある、扉が開く。迷宮には他にも閉まった扉がある。通れない扉がある時はスイッチ探す。了解。後ろから敵が追ってきてる。できれば戦いたくない。そこら中視界だらけだな。 OK、 アヌビス ×2 か。できればごめん、こうむりたいて。まあ確かに。しょうがない、どっかから音するけど諦めましょう。今度はあれか、ちょっと遠いな。お、背後に敵が。もう階段がないですね。はしごがない。あ、これかな、違うのか。あった。箱舟に戻って気力を捧げます。あれ使わないとダメかな、ソウルなんちゃら。しょうがないね、これは使おうか。じゃあクロ、あ、じゃあソウルじゃねえや、クロノスタシス。ついでにケアルガも使っちゃえ。でここの敵と戦おう。次の戦いに備えよう。あれ、これ視界の中での勝負じゃなかったのか。そうか。ちょ、そんな、お疲れ。力の差を思い知った。もう一回リージェネガードちゃんと入れたいな。もう少し回復したいですね。
あった。この反対側にあるね、アイテムが。あれはどうやって取るんだろう。繋がってんのか、これも。あ、でも繋がってないぞ。あ、違う、こっちから繋がってんだ。これでゲットだ。ヘビーガード、とりあえずこのままでいいか。でもわざわざ直前でくれるってことはなんかあるんじゃないかな。今度はあれ、あ、繋がってねえのか。道がわかんねえな。こういって、こういって、こういって、猫。ここはなんもねえ。あ、あれが切れたか。また使わないとダメか。こっちからぐるっと回って、これ壊して、 OK、 ついた。アイテムもゲット。体表の首輪、これあれだな、氷なんだ。次の体表の首輪、プロヴァンスにつけて、どっちかっていうとこうだよね。ガードのやつつけとこうね。ヘビーガード、多分こういうことなんだろうな。残り時間は45分。一人で私を止めるつもりか。刃を交えるつもりはありません。お願いです、共に戦わせてください。大使を裏切るのか。大使のためを思えばこそです。あなたが戦っているのはあの方を呪縛から解き放つため。違いますか。自分の思いも一緒です。どうか協力させてください。そうか、お前もスノーを助けたいんだな。わかった、連れて行くことはできないが代わりに補給を頼みたい。対価は払おう。お、これは助かる。ここでポーションゲットはありがたいね。結構お金もありますね、よく見たら。じゃあフェニオも1個買っとくか。前は全然お金なかったのに。我らに申し付けました。俺が正気を失って暴れ始めたら俺を殺せと。殺せだと。はい、自分を消して宮殿の外に出すなと。そして大使は武士の王座にこもったき、外に聞こえるのは怪物じみた苦悶の声ばかり。大使の身に異変があったとしか思えないのです。もうやるしかねえんだな。扉の向こうにスノーの反応があります。でも今にもかき消されそうです。ものすごいカオスが渦巻いてスノーの力を飲み込もうとしている。扉は完全に凍りついてる。他にルートは？このルートしかないんです。何か燃やすか、魔法で溶かせないか。難しいな。こいつは普通の霊気じゃない。術者の想念、スノーの思いの力で扉を凍結している。いわば一種の封印だ。では絶対に開けられないんですか？カオスの波動が強烈です。早く何とかしないと宮殿もろとも視界に飲まれます。だから何とかするしかないさ。凍結の封印を解く手立ては必ずある。私は足で探すから、お前は情報を当たってくれ。わかりました、急ぎましょう。